じゃじゃん、これが今日来ました。でかいやつ。何かというと犬関係にも使えて、もしかしてキャンピングカーでも使えるかもという代物でございます。じゃん、セカンドランドリー。あ、バレちゃったじゃん。バレちゃったやん。ほら、セカンドランドリー、小型洗濯機でございます。はい、じゃあ開けます。でか、でかいな、意外と、うん、もっとちっちゃいかと思った。これ味噌式です。珍しいね、結婚した時以来。これ以外には何も入ってない。説明書と、あとこれ、こんだけ。はい、以上です。今から早速テラとピコのウェアとか使ったなんかタオルとか、うん、ボールとかそういうものを洗いたいと思います。ここでやろうか。でね、水は19リットル入ります。消費電力は確かね、洗う方が240、脱水が120ワット、重量は10キロぐらい。簡単に持って歩けやれるんで。これは屋内用だからね、屋外で使うやつじゃないから。使い終わったらまた持って入ると。洗濯が3キロだったかな、脱水が2キロって書いてあったかな。じゃあ洗っていきましょう。はい、このセカンドランドリー、2層式で、これ洗濯、そして脱水、昔ながらの蓋付き。洗濯のタイマーが15分まで、標準、ソフト、排水、そして脱水が5分までね。洗濯をして、ここにホースをつなぐところがあって、でここの、水を止めると、すすぎはためすすぎ、そしてここの水を出しっぱなしにして、回すと注水すすぎになります。だから洗濯機止まったら水を止めないと、ずっと水が出っぱなしになります。意外と脱水はちっちゃいね、やっぱ2キロ。2キロってどのくらい、たくさん入れたら脱水できなくなっちゃうかな。今日はちょっとまだここに接続するホースを買ってきてないので、この中に直接水をためて、ね、洗濯をします。はい、水を先に入れます。水がちょっと溜まりました。じゃあ洗剤を入れます。晴れた。そしてで回して洗濯物を入れます。こんなに入れていいの。12分ぐらい回しとこうか。すごいやん、ちゃんと洗っとるぞ、うん、終わりました。じゃあ脱水に入れます。これ排水、これ脱水ね。よいしょ。そして脱水タイマーかけます。とりあえず3分。でネットまでついてる。これネット、ゴミ取りネット。どれどれ、よいしょ。あ、結構脱水されてる。いい感じ。試すすぎします。しっかりしまう。なかなかちゃんとできとるね、うん、毛がすごい、毛がすごい。一応毛、あの汚れ取りのネットはついてるんだけどね。
持っとかないか、うん、注水設備は本来ここに水をホースをつないでやるんだけど、まあ、ここにはまるホースが今ないんで、うん、この手に持ってやりたいと思います。じゃあ手に持ったまま注水設備開始。注水すすぎ終わりました。はい、じゃああとはファイナル脱水。ファイナル脱水オン。というわけで今まで手洗いでやってたけどこれでだいぶ楽になると思います。キャンプに持ってってもいいかもね。なかなかいい感じです、うん、シンプルでいい。